皆さん、まあ、こんばんはって言った方がいいんでしょうかね。キムリンオーディオです。はい、ここに我が家にまた今度はエスロック君がやってまいりました。はい、シロワークスさんの、ワークス君のリフレッシュが終わった矢先にですね、次はエスロック君のリフレッシュプランの見積もりに、来られました。はい、まあ、今回ちょっとどのような、プランを、仰せつかるのか、分かりませんが、はい、今それぞれ皆さんの車のこのオイルキャッチタンクの状況をですね今確認 しているところであります。シロワークさんのオイルキャッチタンクがこれですね。オイルキャッチ、オイルキャッチ缶、ああつけんとダメだなと。あの方がいいですね。やっぱりそうだよね。そうなんですよ ね、 そうだよね。僕のはこれテイクオフさんかな。僕のはテイクオフの。ああ、お高いやつだよね。なかなかなするやつだよね。はい、そうだよね。そうか。で、そしてレベルゲージね。これね、レベルゲージね、うん、レベルゲージ、はい、でもなんか値段見たらそんなにしないもんね。だってね、レベルゲージついてて、うん、まあそうですね、物、ね、にもよるけどね、まあここにオイルブローバイのオイルミストがこう溜まってきたりとかするとね、でもね、まだ僕のワークスはそんなにブローバイ吹いてないみたいで、まあまだ綺麗なんですよ。まあ、吹いてる、ね、あ、もう、あ、大気解放するから、あ、それはいかんすな。これは戻さないと。結構ね、ちょっと厳しいかな、見えるかなっていう。まあ、見えないですね。見えないですね。あらら。で、今回トモさんのこのエスロックのリフレッシュプラン、一応ブレーキだっていうのは聞いてるんですが、はいはい、これは。ま、前も後ろも、前も前後変えます。前後何変えるんですか。ディクセル、あ、ディクセルさん、はい、もちろんスリット入りです。もちろんスリットです、ね。あ、はい、パッドはパッドもディクセルさん、ディクセルさんで、はい、まさかの低ダストの方じゃないですよね。低ダストじゃないです。ああ、あのシロワークさんと同じやつです。あ、なるほど、はい、でもシロワークさんね、もうてっきりね、もう今回なんだっけ、エントレスのブレーキパッドかと思ったら、ね、箱の中純正が出て一瞬えっつって言っちゃいました。はい、じゃあフロントもリアも、はい、ブレーキフルセット、はい、これをリフレッシュするというお見積もりで、はいはいはい、もう物の方、部品の方はもう、あ、もう届いてますんで、届いちゃってるんですか。いつでも、お願い。今午後何時ですか。6時か。6時からこれ始めるってちょっときついな。はい、今気温何度。もう0度ぐらい。もう間もなく気温が0度になる。もう寒いですね。じゃあそうですね、まあ、実際これ、まあ、お見積もりはいいんですけども、いつ頃予定されてます、ご来店は。じゃあ明日いいんですか。明日ですか。明日ということで、シロワークさん、はい、やっと今日1日かけてシロワークさんの車リフレッシュを終わって、やっとうちの家の前がこう開いてですね、非常に見通しの良くなってきたところで、もう次もう明日、トモさんさんのこのこれ何ブルーでしたっけ。フレンチブルーです。あ、フレンチブルーという S660 くんの、ブレーキ前後だけでいいんですよね。前後だけでいいよ。もうサスペンションとか大丈夫ですよね。大丈夫ですね。大丈夫です。はい、ちなみにS6 くんフロントストラット、普通に簡単なんですけども、ちょっと差し込み型とかちょっと複雑なんで ね、はい、ね、僕もやったことないので、はいはいはい、リアなんかどうなんでしょうね。まあちょっと、はい、まあ、とりあえずブレーキというお話だけで一瞬僕はホッとしております。ブレーキだけで済むんだったらホッとしてます。あ、よかった。前後のブレーキだけで、はい、ということはちょっと後ろのキャリパーピストン戻しで、ちょっとラジオペンチじゃきついね、シロワークさん。あ、買ってきます。あ、了解です。え、はい、ピストン戻しツールがね、はい、思想勝手な行ってきます。あ、ありがとうございます。はい、いや、後ろのキャリパーのピストンだけね、ちょっとね、こう
回転しながら、あの普通にこうキューと押し戻すんじゃなくて、こう回転しながらねじ戻しするピストンになってると思うんで、うん、それをも戻すのに僕いつもラジオペンチ使ってんだけど、もうそれだともう時間かかるから、もう便利な工具があるんでね、はい、まあそれをちょっと、まあ、今後の我が家の自宅前の野外整備っていうか露天整備って言いますか、もう道の傍ら、まあ、ロボ整備所みたいな感じになってきましたので、少しずつ工具を揃えていきたいと思います。はい、次から次へと、なんかお客さんがやってくるようになってしまいましてですね、はい、僕の、本来の趣味でありますオーディオが本当におろそかになってしまっている、そんなところであります。もうじゃあもう今度トモさんにも僕のオーディオの感想を聞かせようかな。もう聞いて、うん、この前僕のオーディオ聞いたっすよね。聞きました聞きました。どうでしたか、僕のオーディオシステムの音。いや、あの素人なんでちょっと。ああ、すいません、すいません。すごいなっていうことですか。ありがとう。あ、すごい。もうその言葉だけでも嬉しいです。はい、ということで、アルトワークス君からのリフレッシュから、次回は S660 君のブレーキリフレッシュ、はい、どういう風になることでしょうか。もし撮影できましたら皆さんに紹介したいと思います。それではまた。トモさん、もう今日帰るんだよね。はい、帰ります。あ、よかった。じゃあ明日よろしくお願いします。はい、よし。